である1912年にグランブルードがスコーニュ、グランガスコンサントジョは、地元のセントハウンドなどを掛け合わせて作出された。主に、ノウサギ、鹿、イノシシを狩るのに用いられた。単独もしくはパックで、セントハントを行い、吠えながら、獲物の匂いを追跡する。獲物を発見しても、自ら仕留めることはせず、 主人に知らせて逃げないように神と目などをして待機させる。主人がその場に到着すると獲物を猟銃で仕留めてもらい、狩猟は完了する。人気はあったが、狩猟のメインとしていた大型の獲物の減少や、第二次世界大戦の戦火により絶滅の危機に立たされたこともあった。しかし愛好家の手により安全な国外に疎開が行われて、難を逃れ、戦後再び、 フランスに集められて繁殖が開始され、頭数を回復することができた。現在も大半はフランスのアリエージュで飼育されていて、事業権としてだけではなく、ペットやショードッグとしても飼育が行われている。不死にも公認犬種として登録されているが、原産地以外ではほとんど飼育されていない希少種である。 筋肉質の引き締まった体つきをしていて、足が長い。首もやや長めで、容姿は、均等が取れている。耳は、長めの垂れ耳、おは長い先細りの垂れを。マズルの長さは普通で、喉下には若干デューラップというたるみがある。コートは、スムースコートで、毛色は、体の大半がホワイトであるが、 頭部の特定部などに、ブラックと薄いタンのマーキングが入ったものなど。体高はオス52から58センチメートル、メス50から56センチメートルで、体重は、私有ともに30キログラム前後の大型犬。性格は穏やかで優しく、陽気で、友好的、マナ七酒深い。両犬種ではあるが、自らの手で獲物を仕留める品種ではなく、犬種基準にも、 攻撃的でないことがこの犬種としての条件の一つであることが明記されている。家族に優しいだけでなく、家族が心を許す人や犬に対しても有効的に接することができる。しつけの飲み込みや状況判断力は普通である。足腰は非常に丈夫で、岩石の多い場所や起伏の激しい場所でも駆け回ることができる。家の中では温和でおとなしいが、 室外に出ると活発な一面も見せる。家庭犬としても飼育は可能だが、低くよく通る吠え声を持ち、運動量が非常に多いため一般家庭での飼育にはあまり向いていない。かかりやすい病気は、大型犬にありがちな股関節形成不全などがある。ありがとうございます。